はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。さて、オリックさん勝ちました。1対0、しびれる展開でしたけどもね、僕のツイッターに寄せられました皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。ご新規さんも常連さんもたくさんのメッセージありがとうございました。一部ご紹介してまいります。全部はご紹介できませんが、全部目は通させていただいております。本当いつもありがとうございます。まずは、藪内和也さんでございますが、1対0の試合はしんどいですね。今日は宮城のピッチングにつきますね。明日は田島頑張ってというね。本当ですね。頑張って。田島頑張って。ね。マスタングさんは、宮城投手は前回の試合からしっかり修正してお見事。バンク打線を抑えてくれましたね。平野投手もよく抑えてくれました。少し気になった点としては、オリックスが9安打しているのに対して得点が1ということですかね、ということ。気になる人は気になるし、さっきも僕は別のバージョンで言ったんだけども、9安打で1得点確かに それだけを捉えれば、まあ、確かにそう思われるかもしれないけど、今日のゲームの流れを考えた場合に9安打と1得点、5安打と無得点、どっちがいいっていう話ですね。それだけ、両投手のピッチャー良かったということですよね。両チームのピッチャーがね。伊手前さんは、強いチームの勝ち方、よくぞここまで感慨深いですということ、ありがとうございます。おっしゃる通り。ライム666さんは、まさか1対0のまま終わるとは思いませんでした。宮城くんに平野さん頑張りましたね。宮城くんのリベンジでした。それと、茶野さんの3安打は素晴らしい、素晴らしいね、本当にね。ラオウの怪我が大事に至りませんよりも、そこを皆さんで祈りません、本当にね。ありがとうございます。中さんは、宮城くんが素晴らしいピッチングをしてくれました。クロスファイヤーにスローカーブ、ともに良い球でした。ホークス戦、初戦勝てたのは大きいですね。ただ、怪我人が増えてきたことが心配です。こんな時こそベテランの力を、あだっちゃん T の元気な姿見たいな、ということで。あだっちゃんもまだね、まだゲームにも出てないんでね、ファームの方は。T さん出てますけどもね。特訓さんは、折り方です。ハラハラでしたね。宮城投手のピッチング、様々ですね。ラオウがちょっと心配ですが、勝てたのが良かったと思います。明日勝ってカード勝ち越しといきましょう。そうね。まずは勝ち越しできればいいんだけど、今日の勝ちは大きいね。理系人さんは、宮城くんは前回登板での不調を引きずらずに完璧な投球内容でした。今日の勝ちは宮城くんの自信にもつながると思うので、勝てて本当に良かったです。最後の平野投手もさすがのセーブでした。まあ、確かにね、本当そうだね。ウーさんはオリホーって一言ありがとうございます。奈々子さんは現地だ、はじめましてということ。宮城くん、前回登板の挽回をキスとともに立派に8回を無失点で投げ切ってくれました。ゴールデンウィーク後半のホークス3連戦、良いスタートが切れたことに感謝です。明日も現地で観戦します。今日もね、これ三塁側の方から、写真を撮ってくれましたね。ありがとうございます。明日も現地で応援の方よろしくお願いします。しげさんは、今日のゲームクライマックスは8回裏西一塁、ソフトバンク柳田を渾身のスライダーで三振に打ち取った宮城大也にしびれました。オリホーという、まあそこは一つポイントだよね。まあ、その前の柳田選手はツーベースの後の対栗原というところもあったんだけどもね、まあ、ポイントいくつかあったんだけど、あそこの対戦は柳田選手がね、本当にもう打席外してさ、フルスイングの素振りをしながらバッターボックスに立つという、なんかすごかったね、あのムードがね。ブランキーさんは、なかなかヒヤヒヤの展開でしたが、宮城くんはスローカーブがさえ渡って8回無失点。平野さんはいつも通りランナーを出しながらもゼロで勝ちました。いつも通りって、ただ野手陣はもっと打ってほしかったですね、ということで、昼間前島で2軍戦見ていたので余計にもどかしく感じてしまいます。まあ、2軍の試合と1軍の試合を一緒にするのはどうかなと思いますけどもね。相手ピッチャーのレベルが違いますよ。坂月さんは、去年ペーペーで3連敗したのを覚えていますので、今日の初戦はでかいですね。宮城君、平野さんナイスピッチ。パリーは全球団強敵ばかりなので、毎日がドキドキハラハラしますね。野球の素敵な見どころを毎日見せてもらって感謝ですということ。確かにね、相手も全部強いもんね、本当にね。ありがとうございます。それ
からなにわファイターズさんですが、お疲れ様です。今日は宮城くんのピッチングにつきますよね。心配なのはラオウさんのふくらはぎ、軽症ならいいのですが様子見でしょうね。1対0は心臓が持たんですということ。心臓持たんね、本当に。ずんだもちさんはカードの頭を取れたのも大きいですね。宮城投手ナイスピッチングでした。毎試合内容は厳しい試合ですが、勝ち切れるのは一昨年、昨年の経験が力になっていますね。僕もそう思います。チームを立て直していきながら勝負にも勝つ、そういうチームが強いと思いますということ。タカポンさんは大前さん、オリホーです。仕事で試合見ることはできませんでしたが、帰宅後に振り返りネット配信で見ます。宮城投手の勝利、平野投手のセーブ、おめでとうございますということ。ゆっくりと、チェックしてみてください。ヒロチンさんは現地、レフトスタンドからありがとうございます。現地観戦していました。最後まで虎の子の1点のみでヒヤヒヤでしたが、勝ててよかった。オリックスの場合は牛の子の1点ですがね。明日はバファローズとは関係ありませんが、タマスタまで試合の足を伸ばして球場見学して関西に帰ります。タマスタ行ってらっしゃいます。明日は阪神戦だね。タマスタもいいところですよ。行ってきてください。レストさんは大前さん、お疲れ様です。オリホーです。もう8回9回胃がキリキリでした。また打線があと1本出せない残塁祭りでした。しんどかったですね。でも宮城と平野、本当よく耐えたと思いますということ。そして茶野の輝きがここに来て増していますね。3割キープで規定打席まで5-5ですということ。素晴らしいね。シャットアウトリレーお見事です。SDGs 的なエコな勝ち方でした。エコだった？今日燃費悪かったよ。9安打で1得点なんでね。決してエコだと思いませんが、エコならもうちょっと点が入ってる、もしくは、2安打ぐらいで入ってたらエコかもしれませんがね。加賀美さんは勝ちました。わがまま言うならもう少し打線がつながって得点にしてほしかったです。わがままを言えばキリがないですね。勝てたことをそれよりも喜びましょう。僕らファンはそれでいいと思うんだよね。反省するのはチームのみんなが反省すればいいんで、ファンは勝つことに喜んだらいいと思います。僕らが考えなくても選手やチームはみんなが一生懸命考えてますからね。住吉のさんさんは、お前さん胃が痛くなるような試合でしたね。8回のギータさんとの対決と、本日ファームで3の3の、柳町くんとの平野さんの対決、しびれまくりました、ね、そうでしたね。今日そうなんだよね。柳町くん、ファームで1番3打数3安打だった、ね、3本ヒット打ってましたね。ありがとうございます。それから、フグさんは、9回は昨年の悪夢の再現を、何これ、誤りましたが、なんだろう、ちょっと僕読めません、ごめんなさい。平野投手が逃げ切ってくれましたということ、よぎりましたがということなのかな。ありがとうございます。ウッチーさんはこんなよくしんどい試合に勝てたなと思います。ラオウ大きな怪我でないことを願うばかりです。こんな時こそ全員で勝つ、全員で、笑おうの精神でいきたいですねということですね。牛子さんは今日は宮城くんの好投が報われた日でしたね。最近は投手陣の好投が報われないこともよくあったので、よく頑張ってくれたおかげです。ということ、ラオウが心配ですが大事をとってのことと思いたいですということですね。はい。というわけで、オリアスさんは、出先のため映像を見られておらず、スポナビで経過を追っておりましたが、しびれる展開でしたね。今日は見ていたらしんどいよ、きっとね。でもね、よかったよ、本当にね。ありがとうございます。というわけで、たくさんのメッセージ全部お読みできませんけれども、本当ありがとうございました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。勝ててよかったね、本当に。ナイスゲームでした。今日皆さん、明日のゲームまで今日の勝ちの余韻に浸ってください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。